皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、このアマゾンの巨大ガメ、またまたの大きな個体をお迎えしましたので、ご覧いただきたいと思います。以前よりまたまたは私3匹飼育しているんですけども、この個体はですね、本当に40センチ超えで、とても大きくてかっこいいですね。こうやってお迎えして、まずは、暫定的にちょっとこういう桶みたいなところに入れているんですけども、これからちょっとどういう環境で飼育しようかなと、いろいろ試行錯誤を考えてみたいと思ってます。で、実際ですね、このまたまたはご縁があってですね、あるマニアが 手放したものをですね、入手させていただいたんですけれども、やっぱりですね、このぐらいの大きさになりますと、小さな個体を日本で育てたというんではなくて、アマゾンからですね、大きな個体をですね、連れてきたという形のようなんですね。なので、責任も重大かなと思いますね。このような希少なカメをですね、飼育することができてですね。で、国内で繁殖例とかそういったものはあんまり聞かないので、ネットなんかでは調べても出てこないので、もし可能であればね、ペアで飼育して飼ってみたいなと、対応してみたいなと思ってます。チャレンジはできるのかなと思うんですけれども、でこの個体はオスなんですね。なので、メスを連れてこれたらいいなというふうに思います。ただ私の飼育環境で繁殖ができるのかっていうのはなかなかわからないので、ちょっといろいろ勉強していきたいと思います。でちなみにですね、以前から飼育している小さなまたまた背中に乗っけてみました。親ガメ子ガメみたいになってますけども、こんなに差がありますね。この小さな子が、これどのようにですね、こういうふうに大きくなるのかっていうのはですね、頑張って何度も飼育していくと分かるのかもしれません。で、飼育のですね、平均年数っていうのが、ネットなんかでは10年ぐらい、寿命10年ぐらいとか書いてあるネットもありますけれども、実際にカメのプロがですね、いろいろ教えてくださったところによると、本当はもう何十年も生きるそうなんですね。飼育が合わないとか、水が合わないとか、いろんな理由でですね、寿命を全うせずに死なしてしまってるようなんですね。で、私もですね、いろいろ試行錯誤しながらですね、ぜひこの個体をですね、寿命を全うさせるまで頑張っていきたいなと思います。M さんがこうやってですね、大きさ感をですね、体感してますけれども、大きいですね。40センチっていうのが、魚だとあんまり大きいサイズじゃないんですけど、甲長なので、体の大きさと、それから頭とかが伸びた時にですね、かなり大きい感じのイメージ、インパクトありますね。じゃあ持ってみるか。私もこれ以上大きいまたまたあんまり見たことがないので、水族館なんかで見るまたまたより、私が見た経験では大きいかなっていう感じですね。今 M さんがこうやって持ち上げてくれましたけども、ちょっと私もやってみたいなというふうに思います。甲羅見せた方がいいか。こんな感じでまたまたをですね、おもちゃのようにしてるわけではないんですけれども、もう感動のあまりですね、ちょっとついついこのように持ってみました。アクアハウスチャンネル、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。これからまたまたの成長も見守っていきたいと思います。ありがとうございました。